うん、吉田さん、ドライブコンサル、懐かしいですね。ドライブコンサルもいいんですけど、私、かつてね、久保哲郎に晩飯をおごる権利、販売ってのやりましたよ。まあ、2万円で <laughs>。うん。なんかちょろっと売れましたけどね、3枚ぐらい。 大抵私、あの、食事に行くと、まあ私が出すんですよ。何人いても。まあ唯一の例外というかね、少ない例外の一つが、吉田さんが、おごりますよって言ってくれたんで、会場になんかね、20人近くいましたね、確かね。10人ぐらいだったかな。やったーとか、皆さんアイス食べましょうかとか言ってね、ダメ押しでアイスも頼むというズーズーした。つまり、 何が言いたいかっていうとみんな喜びでお金払ってるってことなんじゃないかなと思うんですよ払いたくないけどしょうがなく払うのは税金ぐらいであとは自分が欲しいものとか受けたいサービスのために喜んでお金払ってるんですよねもちろん安いに越したことはないんだけども安いと今度ね買う動機が減るってこともあるんですよね厚みのある金額だから買いたくなるっていうところもあるんですよねいってらっしゃい